こんにちは、ボーノです。今回はこれから回路シミュレーションにチャレンジしてみたいという人に向けて、電気屋じゃなくてもわかる回路シミュレーションというテーマで話をしていきたいと思います。ひとまずこれだけ押さえておけば、自分のパソコンで最低限のシミュレーションはできるようになると思うので、まだやったことのない人はぜひ最後までご覧ください。まずそもそも回路シミュレーションとは何かについて説明しておきます。回路シミュレーションとは、電子回路を簡単な形にモデル化してパソコン上で動作を再現することを言います。回路シミュレーションを使うとできることとしては、例えば各電子部品に何ボルトの電圧がかかっているかや、それぞれのルートの電流値が何アンペアになるか、また温度が変わった時にそれらの値がどう変わるかといったことを確認することができます。また少し専門的な使い方になってしまいますが、電流や電圧の大きさが時間的に急激に変化した時の応答性や、各部品のパラメータを変化した時の動作をグラフ上で比較するというような便利な使い方もできます。回路シミュレーションを使うメリットとしては、実際に電源を入れる前に各部の動作を予想できるので、部品の故障が減らせることと、安全に実験を進められることなどがあります。あとは少し視点が変わりますが、パソコン上に回路を作ることになるので、自分用に知識として蓄えておいたり、他の人とシェアしたりできることも隠れたメリットになります。一方でデメリットも挙げておくと、パソコン上で回路を作る手間が増えてしまうことや、シミュレーションの結果を信じすぎてしまって実際の不具合が起きた時に原因発見が遅れるといったことなどがあります。特に2つ目に関しては、意識しないとつい陥りがちなので注意が必要です。そしてもう一つ押さえておきたいのが、シミュレーション用のソフト選びです。世の中にはシミュレーション用のソフトは無料のものから有料のものまでたくさんの種類がありますが、ひとまず初めてシミュレーションやるなら LT スパイス一択だと思ってください。このソフトは無料で使えて、他のソフトと比べても使い勝手が良く、本もたくさん出ているので、初心者には最適なソフトになっています。しかも機能もかなり充実しているので、設計現場でも普通に使われている優れものです。それでは次に LT スパイスを使って実際に回路をシミュレーションしてみましょう。ここでは簡単な2つの回路を用意したので、これを作りながら操作方法を覚えていきましょう。まずは準備として、 LT スパイスを公式サイトからダウンロードしてインストールしておきます。現時点ではバージョン17が最新になっています。 Windows、Mac どちらの OS にも対応していますが、 Mac 版は少し使い勝手に癖があるので、選べる人は Windows 版を使うことをお勧めします。この動画でも Windows 版をベースに進めていきたいと思います。インストールしてソフトを起動するとこの画面が出てきます。まずは上のメニューバーでファイルからニュースキマティックを選んで新しい回路図を開きます。この画面に回路図を作っていくことになります。ちなみに私は色の設定をカスタマイズしているので、見た目が少し違うと思いますが、そこは気にしなくて大丈夫です。ここでは簡単な回路を用意したので、この回路を作っていきたいと思います。ちなみに大まかな流れとしては、まずは回路図を作って、次に各部品のパラメータやラベルを入力し、シミュレーションを実行した上で最後に電圧や電流を測定するという流れになります。それではまず回路図を作っていきます。順番はどれから置いていってもいいので、置きやすいものから進めてもらって大丈夫です。ここではまず抵抗を置いていきます。上のツールバーから抵抗マークをクリックし、デフォルトでは縦になっているので回転ボタンを押して90度回転させます。それを3つ配置します。次に直流電源として電池を置きます。電池は上のツールバーにはないので、そういう部品はコンポーネントというボタンを押して呼び出します。この中には LT スパイスに登録されている全ての部品が登録されていて、電池はバッテリーという名前で登録されています。ちなみに部品はたくさんあるので、名前が分かっている場合はここの検索窓でバッテリーと入力して調べた方が早いです。これをダブルクリックして回路図画面に配置します。なお直流電源は他にもセルという部品がありますが、見た目が違うだけで全く同じ機能なので、どっちを使っても大丈夫です。次にツールバーからグランドを探して回路図上に置きます。グランドはシミュレーション上だけに存在する部品で、ここを 0V の基準として計算することになるので、必ず置く必要があります。あとはワイヤーをクリックしてそれらの部品をつないでいきます。次にパラメータを入力します。抵抗の上で右クリックし、2kΩ の抵抗としたいのでレジスタンスのところに 2K と入力します。同じように残り2つの部品も値を入れていきます。電池も同様に回路図の上で右クリックして DC バリューのところに3と入力します。あとはこれは絶対必要なわけではないですが、
シミュレーションした時にどこの部分の値かが分かりやすいようにラベルというものを見たいポイントに設置しておいた方が便利です。ここでは電池の出力を V1、 抵抗の間の点を V2 としてみました。これで回路図は完成したので、ツールバーのランボタンを押します。最初にボタンを押した時はこのようにシミュレーション条件を設定する画面が表示されると思います。基本的にシミュレーションで使うのはトランジェントというモードなので、このタブを選びます。このモードは電圧や電流の時間的な変化を確認するためのモードで、パソコン上のオシロスコープのようなモードです。それ以外のモードは回路をより深く解析したい時に使うものなので、慣れるまでは無視してもらって大丈夫です。設定項目はたくさんありますが、ひとまず設定すべきは最初のストップタイムだけで、それ以外は特殊な時に使うものなので最初のうちは気にしなくて良いです。ちなみにストップタイムとはシミュレーションが終了するまでの時間を表します。この時間を長くするとその分待ち時間も増えてしまうので、見たい結果がだいたいどれくらいの時間に発生するものかとある程度予測をつけて値を設定します。とはいえここの値は後からいくらでも変えられるので、適当な値を入れてもらっても全然大丈夫です。ここでは1秒に設定しました。OK を押すとシミュレーションが実行されてグラフ画面が表示されます。最初は何も表示されてないんですが、見たいポイントをクリックするとそこの電圧値が表示されます。ここでは V1 と V2 をクリックします。次に電流も見てみようと思いますが、電圧と同じグラフ上に電流も表示させてしまうと見づらくなってしまうので、もう一つグラフを表示させたいと思います。グラフを追加するにはグラフ上で右クリックし、アットプロットペインを選びます。その状態で各電子部品をクリックすると、そこに流れている電流値を確認することができます。一点注意としては、素子ごとにどっちの電流の向きをプラスとするかが決まっているので、電流のプラスマイナスの極性が実際の向きと違う場合があります。この極性は部品にカーソルを当てた時に確認できるので、もし実際の向きと違っていた場合は部品を反転するか、グラフのところでマイナスを追加すれば正しい電流の向きに直すことができます。また各名前をクリックするとカーソルを表示できるので、より詳細に値を読み取ることができます。自分が机の上で計算した結果と合っているかということを確認したい時にも使えるので、勉強用にもいいと思います。次は直流電源ではなく交流電源を使った時の動作を確認してみたいと思います。これは単純な抵抗とコンデンサだけの RC フィルターと呼ばれる回路を使います。 RC フィルターはノイズなどの高周波成分をカットする機能を持っていて、センサーの信号を読み取る部分などによく使われています。さっきの例に倣って回路を組み立てていきましょう。コンデンサも抵抗と同じようによく使われる部品なのでツールバーにあります。そして今回は電源に交流に対応した電圧源を使いたいので、コンポーネントからボルテージという部品を探して設置します。この部品は直流電源だけでなく交流のパルス信号や制限波、カスタマイズした電圧波形などいろんな形の電圧を作ることができます。重宝する部品の一つなので必ず押さえておきましょう。ここでは電圧の大きさがプラスマイナス 1V、 周波数は 1kHz の制限波としました。回路ができてパラメータ設定、ラベル設定が終わったら、ランボタンを押してシミュレーションを走らせます。 V1 と V2 を比べてみると、 V2 の方が電圧の振れ幅が小さくなっていると思います。グラフ上にカーソルを持っていくと値が表示されるので、試しにこれで読み取ってみます。 V1 は振れ幅がプラマイ 1V で、 V2 は 0.16V 程度に小さくなっていることがわかります。本当ならフィルターの特性は AC 解析という機能を使うともっと深く理解ができるんですが、それについてはまた他の動画で説明したいと思います。ちなみに LT スパイスにはショートカットキーが自由にカスタマイズできる機能もあって、それを使うとかなり作業スピードがアップします。今回使った回路規模であれば 1,2 分で回路作成から結果確認までできるようになります。興味のある人はこの画面からカスタマイズできるのでやってみてください。色もここで自由に変えられます。最後に回路シミュレーションを使う時の注意点も伝えておきます。それはデメリットのところでも少し話しましたが、結果を鵜呑みにしすぎてはいけないということです。回路シミュレーションは所詮は部品を簡単なモデルで表しただけのものなので、正確に実際の動作を再現することはできません。また回路が正常に動作するとか部品が壊れないかについては結局は自分で判断するしかないので、やはりある程度の電気的な知識も必要になってきます。そのため回路シミュレーションはこれらを念頭に置いて動きを予測するためのあくまで補助的なツールや勉強用として使うのがいいと思います。
はい、ということで今回は電気屋じゃなくても分かる回路シミュレーションというテーマで話をしてきました。回路シミュレーションはスキルとして持っておくと実験とか回路設計が格段に楽になるので、最低限ここで話した内容だけでも押さえておくことをお勧めします。より実践的な内容についてはまた他の動画で話をしていきたいと思います。それでは今回の動画は以上となります。なおこのチャンネルでは電子工作初心者が最低限身につけるべき知識やツールの解説などを電子工作をゼロから体系的に学べる動画を投稿しています。これから電子工作を始める方はぜひチャンネル登録の方を忘れずよろしくお願いします。この動画についてのコメントやグッドボタンもお待ちしております。それでは良い電子工作ライフをお過ごしください。